平安時代の字がうまい三人衆には三筆と三席の2種類があります。ややこしいので区別します。まずは三筆、こちらは公認上巻文化記、まあ、平安時代の最初の方ですよね。まだ遣唐使をやってますから、遣唐使の唐の影響を受けまして、唐っぽい力強いタッチの字が得意な三人のことを三筆と言いました。佐賀での空海、立花の早なりです。覚えましょう。公佐賀舞う空の下での立ち話に三筆、公佐賀が佐賀殿で、空は空海、立ち話が立花の早なりで、三筆は三筆になります。で、三席はこちらは国風文化、まあ平安時代の、まあ、中頃ぐらいですかね、になりますけれども、この頃はもう金文字が生まれてます。金文字の柔らかいタッチが得意な三人になりまして、それは藤原の詐欺、藤原の雪成、小野の東風となります。覚え方、去りゆく東風ブームに問題三席、サイはもちろんサイ、ゆくはゆきない、豆腐は豆腐で、三席は三席です。もうバッチリ区別できましたよね。以上です。